10万円くらいちょっとエクスペンシブな車は買ったけど。ハロー YouTube、 セミ業界をぶっ壊すセミシゲノブです。さあ、今回は一風変わってフリートークをしたいと思ってゲストをお呼びしました。初ゲストです、アロン。アロンはですね、僕のお客さんでもあり友達でもある関係なんですけど、まずちょっと自己紹介からしてもらっていいですか。実家はカリフォルニアのサンタアナ市ということで、10年間オートワーシーに住んでます。ADT としてなんか仕事をしてます。そう、アロンはもう10年ほどね、この栃木県に住んでいらして、日本人の奥さんと最近生まれた子供1歳ぐらいになるんですけど、日本では結構いい生活を送っている感じです。でもこれで最初のつながりは、アロンに言った通りね、 ALT として日本にやってきた時に ALT の先輩がいて、でその人が元々うちの車屋で車を買いのってやってて、そこからつながりを持ってたっていうところで、もう来たばっかりな時になぜか僕の結婚式の二次会に来てくれたりとかしてくれたぐらいフレンドリーです。で今日はまあどんな話をしようかなと思っていたところですね、やっぱり自分が車関係の仕事をしてるから、日本とね、アメリカ、まあ、アメリカって言ってもカリフォルニアほぼ限定になっちゃうと思うんですけど、この車に関しての相違点というか、そういうところは話していければいいなと思っています。まあ、最初から言うとね、日本の車に対してどう思う、性能だとかルックスだとか。ああ、日本の車ね。そう、日本車に関して。日本車、もう今まで乗ってる車もアメリカでももう日本車しかないよね、僕は。あ、最初の車はトヨタだし、トヨタクローラで、次は日産セントラ、日本だったらなんだっけ、ウーバー、はいはい、スーバル、今また日産に戻って、だからもう日本車はすごいよく思われてるね、アメリカでは。長く乗れるようなイメージがあるね、やっぱ寿命がね、長いって言われる。でもね、僕的にはすごいシュボレーとか好き。あ、そうだよね。そう、やっぱり日本車にあんまないサイズ感だったりするから、昔のったサバーバンだとか、そうワランチャとかね、本当は自動車でとかなければもうダッジオバイパーとか、ね、カマラだとかね、サレンダーとかすごい乗り回したいんだけど、やっぱり自動車税高いよね、日本の。最初来た時どう思った、自動車税。いや、それも高すぎて、もうどうしようかなみたいな。だからもうだから最初リースして、もう買おうかなみたいな思って、結局ちょっと高いようなとかエクスペンシブな車は買ったけど、昔は今現代のリースみたいな仕様がね全然なかった頃、今であればほらいろんなメーカーでリースってやってるじゃない、ディーラーもやってるし、クレジットローン会社がリースやってるけども、それがかなりやる前から僕んちでね、ALT に対して定額で車を貸していたっていう時代があったんだけど、もともとね、まあ、先輩の ALT も日本の車の事情すごい高いから、ちょっとリースでお願いっていうふうに、まあ、そこから始まっていたわけなんだけど、それぐらい日本の自動車税高い。そう、今乗ってる車が 2000cc だから4万円ぐらい。そう、ね、そうするけど、でも13年前だね。あ、そうね、13年超えちゃったね、もっと高くなった。カリフォルニアではどれぐらい？いや、カリフォルニアは毎年の自動税はもうないだよね。ない。買うときはもうその消費税は、基本は 7.25 かな。あと市によってちょっとなんか 2% あるけど、もう 10% とか多いかな。あ、でも安い。今日本車買うって言っても200万円車体値段がすれば、消費税だけで 10% だから20万円持っていかれるけど、カリフォルニアだったらば 7% ぐらいだから200万円の車でも14万円で済むと。しかも日本車はね、ほらそこにまだ重量税だの、自賠責保険料だの、取得税だのってね、いっぱい税が乗っかってくるでもそれが 7.2% で済めばね、その方がいいよね。カリフォルニアは多い方らしいよ。カリフォルニアは多い方、他の州はあまり分かんないけど、来週みたいなのもあるね。やっぱり一番高いと聞いたよね。それでも高い。そう、一番アメリカの中でも高いカリフォルニアよりも日本の税制は高い、そう。しかも今聞く感じだと多分軽自動車よりも高い。そうね、ちょっと困るよ ね。
本当自動車税に関してもそう思うところもあると思うし、重量税ってどう思う？そう、重量税もね、ないだね。だからもうそれもなんかもっと高くなるね。ね、結構重量税もどんどん取られちゃう。ああ、そう、すごい取られる、ね、なんかもうちょっと還元してほしいものがあればいいけどね、うん、重量税取るんだったらもうちょっとガソリン安くしてよとか。ガソリンも高いよね。ガソリン高いね。アメリカだと全然もうアメリカは確かにガロン販売だよね。そうだね、ガロン 3.7 リッターぐらい。あ、 3.5 でも1ガロン 3.5 だからね、そんぐらいいいのね、うん、しかもそれ1ドルぐらい今。あ、今はどうかな、今ちょっと平均は分かんない、もう10年前の話今いくらなのかな。でももっと安いね、絶対日本よりは全然安い。車の文化、文化の違いなんだけど、日本も少なくともね、自動車で結構成り立ってきた産業っていうのは大きいから、うんうん、国も車に恩恵を受けてたと思う、うん、まあ、トヨタなんてね、今回世界一とかってなってるからだけど、全然恩恵がない、我々ね、乗ってる国民からすると。ただアメリカはそういうところが全然、なんだろう、総合的に互いにちゃんといい関係が結べてる感じがする、うん、ガソリン日本だと1リッター今170円とかね、高いところね、そう、すごい高いけど、うん、それ3分の1、下手さ4分の1ぐらいの値段になっちゃうと思う、うん、今だとね、それぐらいなんか差があるよね、アメリカと日本で、うん、そうそう。でもう一つね、聞きたいことがあって、車検、あ、そう、車検の制度もあると思うけど、日本だとほら2年に1回来るじゃん、その時にもいろいろ税金やら自賠責保険ってね、うん、あると思うけど、それについてはどう思う？いや、それも高すぎた。カリフォルニアにもそれはないよね。そういう検査はあるけど、あとスモークチェックという検査があって、その排気ガスなどをなんか検査して、うんうん、濃度チェックみたいな。あ、それでもまあ、車検みたいなのだと2年で1回、あ、2年に1回だけど、それは50ドルぐらい、だから5000円ぐらいかな。めっちゃ安い、ね、あ、しかも、それは排気ガスだけ。そう、排気ガスのなんか有害の物質など、うん、それをチェックして、うんうん、あ、だ、日本の検査だと当然スモークチェックが入ってくるんだけども、うん、それはいくつも検査項目があるうちの一つだけ。あ、じゃ、厳しいのは厳しいのかもしれない、日本は。そう、でもまあ検査手数料としては1700円とかぐらい、うん、まあ、そこら辺はカリフォルニアの2分の1、3分の1かもしれないけども、ただ厳しすぎるよね、検査内容が。そう、カリフォルニアより厳しいのかな。カリフォルニア結構厳しい方だね、多分スモークチェックはやらない州も多いと思う、ね、だいぶなんか古い車走るのも見るだね、うん、アメリカ。古い車も同じようにスモークチェックするんですか？スモークチェックはするんだね。うーん、他の州で登録したらもう、うん、そこと大丈夫なの。ああ、カリフォルニアで登録しない、しなければ。ああ、なるほどね。もしそのスモークチェック引っかかったら直すか、あ、そうそう、他の州に持っていくか。そうか、でも多分もう重傷はないと、ね、ああ、そっか。多分、なるほど、多分そうだ。あの、日本の裏技で言う車庫飛ばしっていうね、こう住んでないので、そっちの車庫で登録するっていう方法がある、まあ、ちょっと違法的なね、感じもあるんだけども、そういうことを、まあ、せざるを得ない状態になってしまうと、スモークチェックを逃れるためには。なるほど、確かにスモークチェック、ね、大気汚染もね、結構気になるもんね。前の車も通せなかったね、最初に買ったのはクローラ。スモークチェックはもうダメ、ダメで、もう直すのにもうお金かかるから、もう廃車にして。あ、その頃はもうスモークチェック通せない車、うん、もう廃車にすれば州の政府から10万円ぐらいはもらえたから、だからもうすごい古いボロいクローラーも10万円もらえたから、よかった。その時でもセントラル買って、日産セントラル欲しい。そう、それもう1年ぐらいしかやらなかった、もう応募する人が多すぎて、うん、ダメになって。あ、それはもうカリフォルニアでやってたよ。そう、カリフォルニア州だけ、だけ、そう、期間限定で。そうそうそう。ああ、ロスとかでもうそのスモークが多すぎて、もうすごいもう汚すぎる、その空気が。まだ郊外があると思う、うんうんうん、
い車も、その古い車も走ってほしくない。うん、ああ、確かに。なるほど。カリフォルニアのイメージとしてね。そうそう